M26 パーシングはアメリカ合衆国が第二次世界大戦末期にドイツ軍の重戦車に対抗するために開発した重戦車である。英陸軍もライセンス生産をしている。パーシングの名称は第一次世界大戦時のアメリカの将軍、ジョン・パーシングから取ったものである。それまでのアメリカ軍戦車に付けられた愛称は供与されたイギリス軍によるものであったが、 本社は初めてアメリカ軍自身によって命名された。M4 重戦車の後継として開発されていた試作戦車軍より最終的に選定された重戦車で先行量産型の T26E3 は1944年11月から生産開始され、ドイツの降伏までに700両以上が完成、最終的には1945年の末までに 合計2000両以上が生産された。エンジンとトランスミッションを変更した車両は改良の、後 M46 パットンとなった。M26、M46 で確立された設計思想は少しずつ改良を加えられ発展し、M47、M48、M60 といった戦後アメリカ主力戦車の系譜の祖となった。また、 t ーガー2やイナ s 3に対抗すべく、M26 の設計を拡大し火力や装甲を強化した T-29,T-30、T-32、T-34 といった重戦車も試作され、これらに続く、T-43 は M103 として量産化されている。アメリカ軍は、第二次世界大戦中期に M4 シャーマンを主力としていたが、チュニジアやシチリア島、 イタリア戦線でのディーガー戦車との交戦において、走行、火力ともに、正面から対抗できるものではないことが判明していた。その当時、アメリカ軍の戦車に与えられていた使命は不評を支援して、陣地を突破することであり、敵戦車に対しては軽快で強力な方を持つ、駆逐戦車を当てることを基本としていた。 このため、アメリカ軍が製作した重戦車は、M6 や T14 のような不評戦車的な代物しかなく、しかも、陸軍地上軍管理本部の極端な兵器、統一思想により対して生産されず、さらなる新型の開発に対しても、消極的であった。M4 シャーマンの後継候補として、1943年5月に T20 の試作型が完成した。 これは、M4A3 と同じフォード V8 水冷式エンジンを搭載して、車高を下げ、足回りは、HVSS 型ボギー式サスペンション、手法は後に M4 シリーズに搭載される 76mm、M1 系であった。変速機やトランスミッション、エンジンは一体化した、パワーパック式となっており、軌道輪も後部にある。 これは M26 やその後のアメリカ軍主力戦車まで続く共通のレイアウトとなった。試作中戦車 T2590mm 塔向祭で走行は砲塔棒立て 89mm、車体全面 76.2mm。この後、足回りと機関部を変更した T25E1 に進化した試作中戦車 T26E1。T 装甲は、方等棒立てリメートル、車体全面百一六ミリメートルに強化されている t 二十の発展型の一つとして、北アフリカでテ T ガーに対し大損害を被った経験から要求された、対戦車戦闘能力の期待できる九十ミリメートル砲を搭載する新型として、t 二十五 e 一中戦車と装甲強化型の t 二十六 e 一重戦車が、 試作され、1944年5月の段階で、前者が30両、後者は10両を完成していたが、持論を強行に推し進める AGF の、妨害によりその採用と配備は遅延していた。特に前線司令官として、ティーガーの脅威を知っていた、デバーズ中将は、ヨーロッパ反抗作戦の開始までに、装甲でも火力でも対抗できる、重戦車。 T26E1 を量産し、M4 戦車5両に対し治療を配備すべきだと、陸軍省に対し強く主張したほどであった。しかし、T ガーは少数であり、滅多に遭遇するものではない。M4 こそが、総合的に最高であり、砲の威力も十分であるなどと主張する AGF のマクネアー中将は、新型重戦車の実戦配備に強行に反対した。 かのジョージ・パットン将軍が 75mm 砲型の M4 は十分な性能を持っており、新型戦車は不要であり、3インチ砲型の M4 戦車すら不要であると意義を呈したことも AGF の主張を補強することとなった。実際に西ヨーロッパでの反抗作戦が始まると、前線のアメリカ戦車はティーガーよりも、はるかに遭遇率の高いパンターにすら満足に、 起こすことができず大きな損害を出してしまったのである。また、他の戦車や対戦車兵器による損害を加えると、M4 の上員の損耗率は、最初の1ヶ月で32%にも達していた。ロレーヌ地方での戦いのように、戦術を駆使して、パンターに対抗できた部隊もあったが、前線の兵たちからは、より強力な戦車を求める声が多数寄せられ。 損害の大きさから軍の内部にも批判の声が上がっていた。また、当時アメリカ軍戦車に搭載された砲の中で最も貫徹力のある3位に M7 や 76mm、M1A1 戦車砲で露飼したパンターに対する射撃実験を行ったところ、車体正面装甲を打ち抜けないことが判明した。この報告は AGF の 新型シャーマンの 76mm 砲の威力は十分でティーガーにも対抗できるとの主張を受けて T26E1 の導入に賛成しなかったアイゼンハワー連合軍最高司令官を激怒させたこのような状況にもかかわらず AGF は新型戦車の導入に抵抗し続け T25E1 の手法を 75mm や 76mm 砲に 変更したタイプを作るように主張するなど、前線での現状を認めようとはしなかった。1944年12月、ドイツ軍の行ったアルデンヌ構成において、初めてまとまった数で投入された、新型重戦車ティーガー2は、アメリカ軍防衛戦を一方的に重輪突破したとされた。事実は、後の戦争映画などとは異なり、先陣を切って戦ったのは、 パンターであり、ティーガー2は後衛であったが、以前から連合軍兵士の間にはタイガー恐怖症が蔓延しており、この時の敗北がそれをさらに悪化させた。G 軍の戦車がドイツ軍重戦車に全く対抗できないという事実はアメリカの新聞記事でもスキャンダルとして報道された。これを無視できなくなった兵器局はこの段階で、 ロールアウトしていた T26E3 の生産数の半分である20両を実践試験の名目で配備、残り半数はフォートノックスで通常の試験に用いると緊急に提案した。これに対し自分たちの失策を認めない AGF は反対したが兵器局長に参謀総長の前での協議を同括的に提案され妥協した。こうして T26E3 の投入は、なし崩し的に決定され、同時に、戦車の技術的な問題点を確認するための、ゼブラ調査団が送り込まれた。1945年1月、ようやく20両の T26E3 が、第3機構師団に、実戦配備され、後の4月には、M26 パーシング重戦車として正式化された。 約6000両が発注されたものの、1945年8月までに、完成したのは1436両であり、そのうちヨーロッパ方面には310両の M26 が送り込まれたが、終戦までに、部隊配備が間に合ったのは、その2、3ほどに過ぎなかった。なお、本来、M、M26 は T 側 I に対抗するものであり、データ的には、火力と装甲において、 ティーガー2に劣り、機動力においてはパンターに劣っている。このため、ティーガー2に対抗できる、長方針の 90mm 砲である T15E1 を搭載したスーパーパーシングが企画され、T26E1 の試作1号車の手法を、乾燥した車両が製作されている。この試作車は砲のバランスを取るための巨大な、平行装置が、外部に露出していた。 さらに、内部収納型の油圧式並行装置に改良した、量産型の T26 イオンスーパーパーシングが、続いて25両生産され、さらに1000両の M26 をこのタイプに回収する、計画もあった。しかし強力な代わりに分離式の薬莢を用いる、T15 は、発射速度に劣り、終戦を迎えたこともあり、以降の生産はすべてキャンセルされた。 M26E1 の手法を完走したスーパーパーシング。砲塔及び車体には現地改造の増加装甲が施されている実戦では1945年2月にエルスドルフ近郊でティーガーの攻撃により一両が被弾損傷し死傷者が出たものの後に修理されて復帰。二日後にティーガーと二両の縫合戦車を撃破した。この後 レマゲン鉄橋では、不評支援を行っている。3月6日には、ケルン近郊で、ナースホルン自走砲の砲撃により、車体全面下部を射抜きされた一両が撃破され、これは、対戦中に全損となった、唯一の T26E3 であった。さらにこの後、偶然遭遇した、パンターや、ティーガーアイ、フーー戦車を撃破したのみで終戦を迎えることとなり、 実戦に参加できたのは最初の20両に止まった。スーパーパーシングは試作車1両が実戦配備され、現地改造によりボイラー用降班と遺棄されたパンターの走行から切り出した増加走行で強化されて実戦に投入されている。この車両は4月に一発で敵重戦車1両を撃破している。沖縄での幸福式典の様子。 左下に並んでいるのが M26 0戦車 M26 の太平洋戦線への投入は1945年3月末に開始された沖縄戦が最初だと言われる。沖縄戦では日本軍の一式軌道 47mm 速射砲の待ち伏せ攻撃により M4 に予想以上の損害が発生していた。このため急遽、 M26 が派遣されることとなったが間に合わず、戦いは終結。その後は、日本本土上陸作戦のために待機したまま終戦を迎えた。M1 重戦車1942年初頭、日本軍はアメリカ軍の新型重戦車 T1 の情報を掴んだ。続いて、M1 重戦車の存在がささやかれるようになった。この時、 M1 重戦車と呼ばれていたのは T1 試作重戦車の生産型である M6 重戦車だった。役割については、中戦車を後方から援護する自走法的な支援戦車と位置づけていた。1942年には北アフリカ戦線に M1 高重戦車が投入されたとの情報を得ており、その後ティーガー戦車に対抗するべく、 火力と装甲を強化した M1 を通じ戦車が投入されたとの報告を受け、今後極東にも投入が行われると予想されたために、同戦車の情報収集が図られた。1944年初頭にソ連関係で入手した情報には、M1 重戦車ドレッドノートや M60 戦車と記載されている。日本側では非現実的なほどに性能を過大評価し、 1945年の時点では、武装について 75mm、または 105mm 砲1門、37mm 砲1門、12.7mm 機関銃2丁、7.62mm 機関銃2丁とされ、正面装甲は 200mm から 240mm とされていた。M26 が太平洋戦線で実戦に投入された記録はないが、 日本側では、沖縄戦及び洋島の戦いにおいて、M-1 重戦車との交戦報告があった。大本英陸軍部では1945年6月16日に、M-1 重戦車の情報をまとめた、緊急の戦訓報告、戦訓特報第56号隊 M-1 重戦車戦法を、を全軍に通達した。これによれば、伊大島では80代の M-1 重戦車が、 投入されたとしている。硫黄島の戦いに現れた M1 重戦車は、動きが鈍重で、大口径砲の射撃を受けるとすぐに後退したという。また、先制攻撃を行った90式アッホが初弾で、撃破されたことから何らかのレーダー装置の搭載を予想し、敵前での徹底した静寂が呼びかけられた。日本軍が保有する通常の対戦射火器での撃破は、 不可能とされたため、本土決戦の際には肉迫攻撃のほか、カノン砲や降射砲の水平射撃によって対抗することが想定されていた。朝鮮戦争で海兵隊員を満載した M26。この当時は中戦車に分類が変更されている M26 は、第二次世界大戦の終結後、1945年10月まで生産が続けられ、 総数2432両が生産された。1946年5月には、重戦車から中戦車に分類が変更されている。M26 は M4 の後継として戦闘力は十分なものを示したが、M4 中戦車と同じ500馬力の水冷 V8、エンジンでは、重量の割に。 パワーが不足しており、エンジンとトランスミッションを変更した発展型である M46 パットンが開発され、既存の M26 は順次 M46 に回収されることが決定した。しかし、第二次大戦後の軍縮により、800両の回収が承認されたのみで、そのうち420両は朝鮮戦争勃発後に、 共産軍の T-34 から85戦車に対抗できる戦車が急遽必要とされたために M46 への改装が中止され、90mmM3 戦車砲がマズルブレーキをシングルバッフル式として排煙機のついた M3A1 となり、縦方向の方安定機能が追加された M67A1 砲がお装備した M26A1 に回収された。 M26 は1950年に勃発した朝鮮戦争に M46 と共に投入された。開戦直後、日本国内の中東地で、半ば放置されていた車両を緊急修理して投入した。最初の戦闘こそ散々な結果であったが、改めて投入された富山周辺の戦闘では、火力と走行で T-34 から85を圧倒し、 二川上陸後の戦闘でも一方的に近い戦果を上げている。1950年末の段階で、米軍は m 2 6を6両、m 4 6を8両撃破されたものの、M4 と共同で97両以上の敵戦車を撃破した。その後の米軍の分析によると、M26 は M4A3E8 シャーマンに対し、 総合力で3.05倍の戦力と評価されている。しかし、1950年の末には、北朝鮮軍戦車部隊はほぼ壊滅し、翌1951年からは、戦車戦は、ごく稀なものとなった。M26 をはじめとした、米軍戦車部隊はもっぱら不評の火力支援に、用いられたが、山がちな朝鮮半島では、アンダーパワーの M26 は、 機動力が不足しており、機関、走行系の故障が頻発することもあって、現場の戦車兵に M4 の方が優れているなどと言われる始末であった。M26 は朝鮮戦争の全機関を通じて用いられたものの、1953年の休戦後、全車が米軍より退役した。朝鮮戦争終結後、多数が日本に運ばれ解体されたが、燃料は、 愚か機銃の弾も装填されたままだったという。なお、韓国国防部は1949年末に189、両の M26 の供与をアメリカに申し入れて、合意に達し、1950年会計年度に、入ってから、引き渡しが始まる予定であった。しかしその前に、北朝鮮が侵攻してしまい手遅れとなり、 韓国軍は戦車を装備しないまま北朝鮮軍と戦わなければならなくなってしまったのである。朝鮮戦争休戦後にはアメリカが装備していた車両が韓国軍に大量に供与されたが引き渡された戦車は M46 と戦争に間に合わなかった M47 であり、結局 M26 が大韓民国陸軍で装備されることはなかった。 M26 の他国への供給量は、他のアメリカ軍戦車に比べ少なく、フランスやイタリア、ベルギーに対し、その後に供与される、M47 バットン戦車の完熟訓練用に、渡されたに止まった。T26、M26 シリーズの砲塔は、鋳造車体は鋳造と圧縁鋼板の、溶接組み立て構造であった。砲塔は、油圧で旋回、途中から、 搭載弾薬を増やすために床下の弾薬庫が鑑式に戻され砲弾を取り出しやすいように砲塔バスケットが廃止された即用弾薬は砲塔うつべ左側面に備えられ表側には増加走行代わりに呼び離体が取り付けられている装填主用の座席が砲塔リング部に付けられており砲塔の旋回に追従できるようになっていた 主砲の50口径 90mm 砲 M3 はドイツ軍重戦車に対抗できる威力を持ち1000ヤード先の30度傾けた装甲板に対する貫徹力は APC 弾で 127mm、ハバップ弾で 176mm であった T40 ありがとうございます。